おはようございます。今日よろしくお願いいたします。お呼びいただいて、とりあえず BHK をこれを試させていただけるってことで、これはギア比は何のやつなんですか？まだあの 7.3 対1の初期モデルといいますか、はい、どっちでもいろんなやつに使いやすい、ま、真ん中ギア、最近の主流の 7.3、 だんだんやっぱハイギア化していってる部分が、まあ、深水浅水ありまして、これ最初から2個ついてるんですね。そうですね、あの、まあ、一応企業努力といいますか、まあ、あの一番の理由はですね、はい、あの、まあ、このリールベイトフィネス用でしょとか、はい、普通用でしょ、ビッグベイト投げれないでしょ、投げれるでしょみたいな、はい、レッテルをですね払いたくなくてですね、まあ、うちのリールはまあ、何でも投げれるよ、一台でやっちゃうよ、はい、まあ、もちろんその、ね、数はいると思うんですけど、ね、はい、そのリールを選ばなくても、まあ、一台で結構、まあ、ブレーキシステムが優秀なので、はい、展開できてしまうという、はい、これが結構ダムとかいつも言ってるんですけど、はい、本当どの糸巻いてこうかなっていつも悩むんで、で現場でフロッグでやろうと思ったら案外ベイトフィネスだったなんて時とか、これで返すプール最初から、そうですね、まあ一応ね、どっちを巻いていってもらったらね、はい、スッと変えれば、まあね、現場で変えれば、はい、いろいろ試せると。銃でいきますか。じゃあ銃で、はい、はい、これ田中さんに使っていただくということで、はい、やってもらおうということで、もちろんこう今回一応ね、田中さんの、ね、無理を言ってお願いして、ちょっとプロモーションじゃないんですが、はい、PR ビデオを撮ってくれませんかみたいなことになってましてもちろんね、僕だけじゃ、なんすかね、やらせじゃないですけど、もう絶対いいっていうに決まってるじゃないですかね。はい。ちょっと使っていただいて。はい。もう、はい、じゃあ、辛口でいきます。辛口で、昨日もですね、一応、激野菜ゆずカップさんにですね、はい、参加させていただいて、はい、僕はそんなにね、有名ではないであれなんで、いや、いろんな人に投げていただいて、はい、結構高評価をいただきまして、絶対高評価になりますよね。これはこの前キープキャストで投げさせてもらって、スーってなんか、ね、飛んでっちゃうんで、多分これ75メーター負けてると思うんです。あ、了解です。75メーターも絶対投げられないんで自分、はい、ありがたいです。じゃあこれをつけていただいて、はい、はい、なのでそしては10に合わせて、はい、今10ポンドこのリールに巻いてますよっていう表示ですね。結構本当10なのか12なのか14なのか16なのかって、ね、こんなことしながらってね、なっちゃいますよね、はい、結構これは便利な、あ、で、フックキーパーも最初から、ね、はい、キーパーつけときました、ね、はい、ありがとうございます、はい、やったー、これちょっと借りて1日、はい、釣りさせていただきます。この色いいですよね、最近出た。これね、これとこれが出て、はい、まあ、いろんなお店なんですけど、はい、ツートンにして、うちも売ってるんですけど、はい、あ、もう最初から疑似屋さんだと、選んでいただいて、はい、蓋こっち、上こっちみたいな、あ、で、蓋こっち、上こっち、あ、2個買わないとこのツートンできないのかと思ったけど、疑似屋さんに行けば、はい、その場で、多分ね、なんだっけ、キーポンさんもこんなことをちゃんとしてて、はい、ショップにまで出てて、はい、あ、かしこいな、あ、キーポン最近行ってきました。ご賞上手いや、ありがたいそれは。はい、テキサスさん 2.7g テキサスか、ワームはそれはでカリカリのカリカリ、まあ、エコモデルなんですけども、はい、ギジエアオリジナルスカッパのレッド、まあ、僕の色ですね。スカッパのスカッパのにいいっすよね。赤ラメ入ってない、あ、これ入ってます、入ってます、入ってます、入ってない、入ってます。スカッパのレッド、これは僕のコンフィデンスカラーというか、はい、普通ゆーっとギリギリ投げて、まあ、こんなに釣れないかもしれないですけどね。キープキャストでもそのセッティングで投げさせてもらったんで覚えてます。主にね、僕はネコリグの人なんでネコリグをしたいなと思いながら、まあ、フランクも投げるんですけど、こう結構ハイテンポでチェックしていくんです ね、やっぱり、まあ、ね、釣れるのかわからないんでちょこちょこやっていこうということで、はい、本当はね、ゆっくりやらないと
多分石積みそのちょっと手前でも落ちてるところと落ちてるところがあるんで、はい、1.8g のネコリグです。結構軽めの。そしてまあでも 1.8 なんで、まあ、このピッチングでもなんでも、はい、まあ、まだこれブレーキキャスティング用なんで強いんじゃないかな。はい、この辺の秘密を話すとですね、はい、まず、まあ、前も言ったんですけどブレーキシステムですね、はい、圧巻は、まあ、普通のマグネットブレーキっていうのは、マグネットが片方に寄せてあるものが多いんですね、はい、それはちゃんとその理由がありまして、はい、時速密度っていう言葉があるんですけども、はい、マグネットを寄せることによって時速密度が高まってそのスプールを止める必要なブレーキ力を発生させるっていうのが目的なんですね、はいはい、ダイワさんとかはまあでっかい磁石を置いていると、はい、でアブさんとかは片方に、はい、まあまあそこで僕ちょっと違和感を感じまして、はい、まあまあエネルギーがスプールの片方っていうかまあ円周上の片方に寄ってしまうっていうイメージがずっとあったんですよ、はいはい、やっぱりこう投げててマグネットブレーキっていうのは頭落ちするっていうのがやっぱり感覚普通の感覚であると思うんですけども、はい、まあ、なんとかなんないかなっていうことで、均等配布したいなと。で、まあ、それには、ネオジム磁石の強度が足りない、強さが足りないということで、はいはい、まあ、バカな僕はですねネオジム磁石をね作っちゃったんですね最初ね。それ用の、はい、スーパーなネオジム磁石を作っちゃいました。磁力が強いスーパーネオジム磁石、本当に一般に発売されているようなものではなく特注で、まあ、黒いネオジム磁石、はい、まあ、まあ塗ってもらったんですけども黒いネオジム磁石を作りました、はい、まあ、そこからスタートしたんですけども、はい、まあ、均等配布することで何が違うかっていうとその結局スプールが回転軸で僕のイメージですけどエネルギーが偏ってると振動すると思うんですよ、はい、で、まあ、こうやって、まあ、簡単にこういうふうに均等に配布されてると、うん、まあ、リニアじゃないんですけど、はい、ふわっとこうブレーキかかるんじゃないの的なことから始まって、はい、で確かにこれ投げると分かるんですけどなんかあんまり失速しないんですよ、はい、でかといって、まあ、もちろんこう誰が投げてもなんですけどちょっと手元をこれ、1.8 のスワンプジュニアなんですけど、はい、これを、まあ、こんな感じですね。今着水で止めればバックラッシュはしないわけですよ、はい、そういう感じにブレーキを仕上げてきたと。まあ、バックラッシュもこんなもんなんですよ本当に。単純な素人の考えで、はい、その磁力を強くしたら効きすぎて止まなくなんじゃないのとかそういう素人的な発想もありますけど、それは本当にねちゃんと調整しないといけないんですけども、はい、そこ絶妙な塩梅で組むことによってスーッと、ね、スプールの重さとやっぱブレーキ力で磁石の距離が大事なので、はい、だからあのですね、まあこのシステムはすごい大事なのはこのメカニカルブレーキで横のガタガタがあってはその磁石の板との距離で全部ブレーキが決まるので、はい、あのガタガタしたら投げてる間にですねガタガタするとブレーキが変わっちゃうっていう磁力の効き方が変わるから、はい、カタカタしないぐらいに。そうですね、まあ、なぜ僕がマグネットブレーキこだわるかっていう話なんですけど、はい、マグネットってやっぱちょっと可能性としてやっぱり離れてても効くので、はい、あと永久磁石なので、はい、まあ、可能性すごくありまして、はい、まあ、雨降っても大丈夫、うん、内緒も大丈夫。ただまあ弱点はですね、一応僕これちょっと経験したことないですけども、はい、90度以上のところに置かれると、はい、ちょっと磁力飛ぶっていうのがあるんですよ。そういう意味では、まあ、90度以上、はい、なんかよくあるって言われるんですけど、はは、まあ、なかなかないシチュエーションなんですけども、はい、なんかそういうことが一応注意書きで結構ネオジム磁石書いてありまして、まあ、そういう時はまあ入ればいいかなっていう、まあ、交換するっていうネオジム磁石を、ね、最近コメント欄でちょっと質問があったんですけど、はい、まあ、シマノって遠心ブレーキじゃないですか、はい、でこのリールの場合マグネットブレーキじゃないですか、はい、そこはどう選んだらいい、好みの問題もあると思うんですけど、自分もなんとなく雰囲気で両方使ってるんですけど、ですね、まあ、一個だけ確実に言えることは、はい、ベイトフィニアスはマグネットですって絶対、うん、なぜかというとですね、それもまあ、軽いルアーを投げる、一応絶対メカニカルはフリーです、はい、ね、絶対フリーにしたい、はい、でだんだん飛ばしたいからこう一生懸命になる、はい、ね、でこの古いタイプのマグネット、古いタイプって、まあ、ずっと止まってるマグネットブレーキっていうのは、うん、例えば
ワシャってやっちゃっても、はい、ブレーキずっと効いてるんですよ、はい、だからえらいことにはなりにくい、はい、遠心ブレーキの場合はワシャってなったら中でずっと待ってますよね。すごい感じます、はい、でその日一日使えなくなってしまったら糸の巻き替えなきゃいけなくなってしまうことが多いと。でベイドウィスだけですよ。だから、うん、なんだろう、新しい、うん、アルデバランのやつもマグネットもついてるじゃないですか。あれが答えだと思うんですよ僕は。みんなその、まあ、まあトーナメントは特になんですよ、はい、時間やっぱりすごい押されるんですよ、はい、でも皆さんも一緒だと思うんですよ、はい、それは投げて投げて投げてずっとやってたら釣れる可能性がどんどん増えてくる、はいはい、投げておーいおーいってやってたらやっぱり時間がどんどん少なくなってくる、はい、でせっかく持ってたタックルも使えないっていうのはやっぱり辛いと思うんですよ。でバックラッシュすると糸にダメージありますよね、はい、もしもの大物の時に切れてしまったもう悔やみ切れないというので、やっぱり僕はベイトフィネスに関しては絶対的にマグネット、 そうですね、それももう私事ですが弊社のマグネットシステムが、はい、今のところは世界一だと本当に思ってます。そうですね、もう本当に世界一だと思ってます、うん、これは思わないともうリール作れないですね。そうそう、シマノさん、ダイオさん、アブさん、まあもちろんテリオクさんっていう、うん、モンスターブランドですね、うん、もう昔からやっててもう何十周年ね、はい、そんなものはひよっこの1周年もらってないところにがもう喧嘩売れないです。喧嘩もしないですけどもうね、猫パンチもできないです本当にもう相手してくださいよぐらいの勢いなんで、まあね、まあまあみんなそんなね、うちのブランド、まあ、大したことはないので、いやいやいや、まだ警戒もされてませんけども、まあ、今にはねちょっとぐらいは警戒されてマークされるようになりたいな。他のギア展開のは6月のどれぐらいに並びそうなんですか。ですね、順調にいって6月末末遅れ気味なので、はい、7月の頭から半ばという予定なんですけども、はいはい、まあいかんせん今もね君のところリール何があるんだって時に 7.3 の左だけ在庫いますっていう、こうただいまですよ現時点では。でまあまあ僕自身もまあねすごく気に入って使ってて、はい、本当にこれしか積んでない。まあね、僕リールいっぱい好きで、なんかねリール好きだとね、まあ特にダイヤのグリップの人ですかね、はいはい、結構好きで、実は言いますと谷山翔司さんの105HLRZ っていうリールがあるんですけど、はい、あれ結構半分噛んでるんですよ、はい、僕結構リールをバランスが大好きでですね、はい、その頃スティーズが出たばっかりだったんで、はい、スティーズのパーツはこういうところは使えるよみたいな感じで提案して、はい、でまあまあちょっとプレミア感出た最後のグリッピンレフト、ね、そのグリッピンレフトが好きすぎてですね、まあリールをあれから買ったのが、ね、ちょっと前の LT シリーズです、はい、LTX-LT シリーズ、はい、あれなぜ買ったかというと、はい、グリッピンレフトにグリッピンが、まあ、どっちかというとこういう感じで握るんですよ、はい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 、でこれもそうなんですけど、ここの山がこれもすっごく削ってあるんですよ、僕のそのリクエストなんですけども、はい、こういう状態ですね、はいはい、でパーミングしてこんな状態、一応クラッチ切られになってるんですけども、そうなんですよね、結局ねこう、まあ、2フィンガーで持って、うん、まあピュッと投げる、まあまあなんでもいいですけどね、まあ、とりあえずね、手首の重量が効きやすい状態で、まあ、こういう状態で、まあ、パーミングして治療するんですけど、すごくね、この入れ替えがスムーズになるっていうのと、こう持ってて、その、ね、まあ、他社さんの同じぐらいにいるより、はい、多分握るとちっちゃく感じると思うんですよ。すごいコンパクトに感じます。ここなんですよ。あそこを削ってるから。コンパクトの理由いっぱいあるんですけど、はい、結構ね、よく見ても、ここ結構出っ張ってるんですよね。はい、ここをなるべく削ってもらった形を整えてもらったっていうのは、1日やってると最終的にやっぱ疲れが蓄積してくるイメージは、 そこカクカクしたデザインのとかってのがあるんで、まああとそのいろんな方がいらっしゃると思うんですけども、はい、まあ僕とか田中さん釣り行くと1回行くと6時間をやってますよ、ね、やりますね、12時間ぐらいやります。そうですね、方と朝のね、はい、いい時1時間2時間っていう方は僕は違うと思うんですよ、ね、でそのまあこれもウェイトは173g っていうウェイトにしたんですけども、はいはい、それは何かっていうと剛性感と軽さのもうちょうど中間点ぐらいで、その剛性だけ欲しければやっぱり重くしてね、うん、はい、まあ、200g 多くしちゃえばいいですし、はいはいはい、まあ、軽さだけするとやっぱりあの琵琶湖とかビッグレイクとかでやるとどうしてもまあちょっと歪んでしまったり壊れやすくなってしまう、うん、でここはまあアルミのダイキャストフレームで強く作ってっていうのがこのリールの特徴です。はい、はい、
タンとかじゃないからに これ安いですもんね。これステンレスなんですよ、はい、でまあステンの方がやっぱ強くて丈夫なんで、まあ、チタンバージョンを出したいなとは思うんですけど、まあ、そこまでいらないかっていうのはちょっと本音でして、一応ステンレスなんでサビにも強く、はい、で強度もやっぱりあるんで、はいはい、僕はちょっとこうキュッと曲げてちょっとだけ狭くして使ってるんですけども、まあ、SHK は完全にねチタンなんで、あれも 0.2g、はい、最初はねやっぱりそのあんまり高くしちゃいけないと思ってですね、SHK アルミで考えてたんですけども、はい、なんかね粉が吹くんですよ。でアルミにしてでアルマイとしていろんな色を出したいなとか、はい、すっごい思ったんですよ、はい、まあねその製造元としてはチタンショー金引き荒く男はチタンショーみたいなそうっすかチタンっすかみたいな1200円みたいなしょうがねえチタンショーみんな分かってくれでしょっていうねえ、素材価値はもっと安くできると思うんですけども、長持ち具合、はい、錆びない、やっぱり大事なんですよ、はい、特に SHK っていうのはスピニングリーにつけれるんで、はい、やっぱ海もね完全に視野に入れていけないということで、はい、やっぱり腐食しない金属っていうのが、で、まあ、またねこれ樹脂で作るとね多分儲かるんですよ、型だけ作って型だけもずっと儲けなんですけど、じゃなくやっぱ金属で、まあ、割れてとかはほとんど、まあ、曲げてとかあるかもしれないけど、ね、壊れることは少ない、まあ、シンプルな形状ですから、そうですね、はい、その止めてる SHK 止めてるラバーもですね、はい、だいぶちょっとテストしまして、はい、某社さんのラバーより柔らかく伸びるように設計して、でなるべくその、ね、プチッと切れることがないように、はい、一応努力はさせていただいて、で一応2本予備で入れてあるんですけども、ゴム何でもいいんですけどね、はいはい、大体合ってれば、はい、あれぐらいが普通に入っていくぐらいがおすすめっていうかね、やっぱりいいな、入れたいなっていう、やっぱり楽に投げれるってね、そういうのでは全然ショートしちゃいます、あれで全部ショート、僕の中でショート、ピッチングじゃなくてキャスティングで無理なく低い弾道で入れるとあんな感じで、はい、なんでしょうね、やっぱりピッチングってねいいんですよ、すごくいいんですよ、そうオーバーハンドで言うのもすっごいいいんですけど、はい、こういちいちこうやると一等にね意外と時間かかってるんですよ、ピッチングって、もう軽く流していくんですね、もう投げていこうか、僕は楽だと、で結構投げることにこだわったんですよね、理由は本当に、まあ、投げれるとピッチングできるんですよ、絶対ピッチングなんでブレーキ実はあとはもう指だっていう人もいるし、まあこれ楽にできるようになってるんですけども、もうライトリグで得意なんで回ってくよって最初おっしゃってて、とんでもなく速いハイテンポ で、ね、ライトリグのテンポじゃないぐらい速いんですね、もう速いんですよ実は、だからウルトレックスね、須永さんどうですかって言われたんですけど、はい、拒否したのはその理由なんで、もうどうせ止まんないやと思って、まあねその保証がねやっぱり信頼ができる今だけで、もっともっと多分ウルトレックスの熟成されてどんどん壊れなくなっていくと思うんですけども、チャプター当たりかなってちょっと思ったんですけど、お願いします、全部のキャストがこの石畳の20センチ以内に入っております、恐ろしい、多分ね上手い人もっと上手いですよ、ピューティーの人ね、すいません、あんまりよく自分分かってないですけど、はい、あのユズカップっていうのは釣りの大会なんですか、釣りの大会なんですけど、まあ今かつワンメイクルアーは今かつルアーで釣ってください、はい、でもね昨日も245円、そう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 、人数がすごくて、あのホテルの会場みたいなところ であのとこにね僕もねなんかちょっと椅子を用意してもらいました、はい、僕みたいなのが、いやいやいや、はあ、でまあまあ三原君と南さんと本堂さんが優勝して、はい、僕はこれを1台協賛したので、はい、そこでなんかお話をちょっとさせていただいて、結構釣る人は釣ってきたんですか、昨日爆風でしたけど、そうですね、優勝者が女性の方で、はい、48センチ何センチそれぐらいのやつで、ウェイも40何名いらっしゃったので、はい、みんなパー上手な人が来てるんだろう、うん、僕多分昨日の状態釣れる気がなんかすごい風でしたもんね、おかばいで釣れる気はしないです、ね、お見事ですね、皆さん本当上手、あ、そうそう、みんなおかっぱりなんですよね、そうなんですよ、それも、朝の5時半集合受付して、はい、散るんですけど、はい、11時来ちゃうから、だから結構
なんか厳しい状態なのかなと。はい、すごいな。それで釣ってくるんですね、みんな50、まあ50人近く、はい、まあまあ、もうね、本当に今勝ファン、今井さんファン、はい、の大会で、ね、なんか今勝がついてるから僕にも優しくしてくれる、すごい皆さん優しいんですけどでも僕のこと分かる人半分ぐらいいると思うんで。いやだって最近自分今勝ブログ読んでますけど、はい、青木さんの登場率がとんでもない。ただロッドをね、はい、いじらせていただいているといいますか、はい、まあ、僕もね、その釣り具屋人生21年なんですけど、はい、ね、まさかこうエバーグリーンの30周年のロッドを僕がいじって、はい、そのガイドセッティングが採用されて、グリップもぶった切って、はい、それが採用されていやとは思わなかったですけどね、すごいなと思って、まあ、今井さんにもね、感謝ですね、まあ、そんな仕事させてもらえるということで、はい、まあ、エバーグリーンの方ともね、仲良くなりましたし、はい、まあ、僕は自分で作った竿しか使ってない、うん、まあ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 、はい、私たちがエバーグリーンですって自分たち世代には本当CM とかの世代でしたから、僕はね、系列的にはねエバーグリーン使えなさいよみたいなところなんですけど、はい、グラビアスはそのもう巻物でも打ち物でも何でもいける。そうですね、万能って万能なんですね、はい、まあ何ボルトでも何でも今日簡単には投げれるんで、お、でっかいもん本当に得意で、はい、ビッグベイトなんかも全然。三原君昨日バラム投げてるって言ってましたね。バラムも、バラム250をスライドスイマー250ですね、全然投げて、あ、いつもねぶっ壊しちゃうと思ってるんで、ね、来れないですよって言われて怖い怖いでも一応壊れてないからいいや怖い怖い恐ろしい、まあ、僕ね、ロトのカスタムビルドもしてるんですけど、はい、なんかね、一応サンオースかジオンスのブランクで、はい、まあ、ビッグベイトをよくやる人ですけど、はい、なんか一回ね、次の竿を相談したいから一緒に釣りしようよ、はい、で、広北行ってる、琵琶湖の広北行ってですね、はい、やるんですけど、その人、なんかスライドスイマー2号まで6コンスぐらいかな。あ、そしてね、普通の人ってこう横がピョーン投げて、はい、ガチでね、ブワーン投げてるんですよ、はい、マジかと思いながら、で、20フィートあるんですよ、その人、僕端っこで当たりそうになってたんですよ怖いな、怖いなって、で、まあね、ちょっと僕悪い青木がいます、はい、もう、こんなやついるんで30分もしたら投げなくなるさ、はい、ね、気づいたらね、昼前までね、上からバーンってスライスイマー投げ続けてるんですよ、ま、やばい、この人異常体力者だ、すいませんと思いながら、ね、まあ、よくね、このガイドの足にこう筋が入る、はい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 、はい、それが青木さんのは入んないからありがとうございます大丈夫かな、俺の竿と思いながら、さらにですね、ね、なんていうか、マザーローマンメイドさんの、はいはい、あれ上からないともう大丈夫だからって、もうそれ上から投げないでっていうねマジでやめてほしい。お、一応僕その何が違うかというとですね、ガイドバッグでラッピングマシンを一切使わないですよ、はい、もう全部手巻き、はい、でテンションをある程度かけながらギュッギュッギュッって、はい、ね、一巻きごとにテンション入れながら、これ面白いんですけど、スレッドって糸じゃないですか、はい、すごい力で巻かれてるんですよ。例えば一巻き 500g の力だとしたら、かけるね、何十っていうね、100ぐらいかな、なんかすごい力でガイドって止まってて、はい、だから強いんですけどね。あ、もう本当にロッドってね、手作業の部分が多いんで、それこそあんま安くはなんないと思うんですけど、安くなりますけど、どうやって作ってんだろうみたいな、もう大量生産で大量に売るそう、ね、ぐらいしかやりようないですかね。まあ、そこそこはやっぱしますよ、手作業が多いので、ね、まあ、高いのもしょうがないかなと思う部分もあるし、まあね、最近ちょっとね、高額化してるんで、はい、ね、もうちょっと買いやすいなったらいいなと思って、うん、
ちょっとすると7、8万ってのがハイエンドが普通になってきましたかね。以前だと5万前後だったのが、リールもねやっぱ5万円ぐらいになっちゃいましたもんね。なってますね今。でも実勢で売れてるのはやっぱ2万中盤から3万中盤ぐらいの機種がやっぱり中間層にっていうか、うちもねスプール抜いたらね多分2万円台突入できたんですけど、1個抜いたらこれはちょっと譲れなかったですね。でも個性という面でやっぱ最初から2個好きスプールっていうのはもうインパクト絶大ですし、逆にその初めて買う方にはいるのっていう感じになるかもしれないですね。バスをねちょっとずっとやられてたり、まあいろんな釣りやられてて、はい、ね、あの、あ、カエスプールあったら便利じゃんっていう人はねやられてる方多いと思うんですけど、そうですね。お疲れ様でした。お疲れ様です。楽しく一日過ごしましたんで、はい。まあ一番は世界特許の、マグネットブレーキシステム、はい、一応。スプールの振動をなくすという理論で飛距離を伸ばすで、まあ、マグネットブレーキなんですけども、エンジンブレーキのような飛び方をする、マグネットブレーキです、ね、田中さんも、ね、だいぶ使っていただいて気持ちよく飛ばしていただいたんで、あとですね、まあ、握りであったり、僕がだいぶこだわったのが握りをちっちゃく、ハンドルノブも、まあ、巻き物と内物ができるような形状ですね。でまあまあもちろん僕ガイダーっていうのを作ってたんでレベル1の前に出てて、まあねフレームがワンピースのアルミなんですけども、まあ結構剛性を出しまして、であまり重いとしんどいと僕は思ってるんで 173g にウェイトを抑えてあるっていう、はい、あとはねもう一番の浅溝と深溝がなぜかスプールが2個ついている、はい、もう何でも使っちゃってくださいというリールなので、もうただただ使いやすいリーです。よろしくお願いします。あとは、遅くとも7月中旬には 6.6 対1と 8.1 対1が発売されるし、その時に同時に今のケッピー中の右巻きも入荷しますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。